ノーチラスだ。夢の街？雲行きは怪しくなってきたかな。なあにぼんやりしてんだ。ちょいと見てくるわ。登るのは骨だな。どっかに穴でも開いてねえか。あそこから船に乗るんだ。しばらくは雨の時間か。サッツはパルスが憎い？そりゃそうだろう。俺らをこんな目に遭わせやがってよ。まあ昔はそうでもなかったけどな。政府の奴ら二言目にはパルスの脅威だったろう。
いつか必ず攻めてくるだの。パルスは魔物の巣窟だの。脅かすばっかりで証拠の一つも出しやがらねえ。俺みたいにひねくれたおっさんは素直に信じられねえわけだ。政府はなんか企んでるんじゃねえかってな。自分が巻き込まれるまではな。考えてみりゃ、パージが始まったのはドッジがパルスのファルシを見つけちまったせいかもな。違うよ。悪いのは全部そうだな。パルスから来たバカどもだ。涙なんかでごまかしちゃダメだって思えば思うほど止まらなかった。風邪ひくぜ。ひかないよ、バカだもん。特殊機動小隊到着。作戦行動を速やかに開始せよ。はっ。突破しましょう。とにかく駅まで行けばエデン行きの列車が。こんな事態で動いていると。止まってたら乗っ取って動かせば。そのまま政府の中枢に殴り込みか。悟空の敵らしくなってきたな。野良作戦ですから、母さんの仇はスノーだけじゃない。政府にも責任取らせます。戦うって言い出したのはライトさんじゃないですか。遠回りなんかしたらいつ化け物になるか。この近くに地下に降りる入り口があります。もう使ってない入り口だから軍隊も知りません。地下を抜ければ町に入れますよ。わかった。こっちです。サイコムは本気だな。メンツを捨てて警備軍を動員してる。古い排水溝があるんです。中を通れば敵には見つかりません。地下の入り口はその先です。